サンドです。どうもです。今日はこのダイソーのリサイクル、ポリエステル毛糸、モーブ、紫っぽいやつと、ピンク、スモーキーピンク、この2つ、引き揃えてね、アンデだったやつ、見せちゃおっかな、みたいな。これさ、だいぶいっぱい持ってんの。緑色のとグレーのも持ってる。ねえ、ちょっとポリエステルの、あ、これでね、前、ベスト度が編んで、あのね、コットンの糸と合わせると、だいぶね、静電気抑えられるんだけど、これのみだと静電気来るかなって感じ。手にまとわりつく感じするから、何編むかなってずっと悩んでたんだけど、ほら、ダイアゴナルステッチっていうのを覚えで、もうほんとやめられない。楽しくて仕方なくって、もうちょっと試してみたの。この2つで組み合わせたらどうなるかなってやってみたら、こういう感じ。好き嫌いあるかもしんない。あだしね、これ杉なんだわ。この、なんか、このポコポコした感じと、この引き揃えた感じ。ね。あ、一応ね、旦那さんに、どうこれって聞いたらさ、いいんじゃないなんて言われて、いいんじゃないなんて。いや、いまいちいいとかってのは言われたことない。だ言ったら、多分ね、って。ね。落ち込むからさ。いいんじゃないって多分、いいんじゃないなんて言われてさ。うん、ちょっと調子に乗って、やっぱいいよねなんてね。これね。あ、ちょっと、やっぱ、喋りながらちょっと今スタート失敗したけど続けていくよ。これね、色いい感じなんだけど、これ本当好み分かれと思うんだけども、あえてね、なんだけど本当いい感じ、いい感じしか言ってないけど、ニュアンス伝わるといいなーなんて思ってんだけど、あれ、ね、私の大好きな小豆バーを彷彿させる色。あずきバーも今もね、買って食べてる。あの、ファミリーパック。ファミリーパックのちょっとちっちゃいやつを、買って、旦那さんと一本ずつとか一日ね、一本だぞ、みたいな感じでね、大きいやつばっかり食べてダメだな、なんつって。でね、抹茶のやつ最近お気に入り。あ、違う。ちょっと待って。あずきバーの話じゃなくて、あずきバーっぽい色だよっていう話で、あのね、多分ね、これ、あ、そうそうそう、私言ってない。これ、敷物にしようと思ってる。マットって。今までなんかこういうね、グラニースクエアで、マットとかは薄いやつ編んだんだけど、マットじゃない？敷物、ちょっとした敷物は編んでるけど、マットですっていうのはまだ編んでないわけ。ね、厚めで、ね、マットですっていうのは編んでないから、これね、今、頑張ってる。初めてのマット、うまくいくかなただ、マットのラグってやつ？これ多分ね、和室でもね、洋室でも合うと思うよ。つうかさ、これが寒くなってくると、このね、座ってるときさ、いくら厚い手編みの崩した胴が履いてても、足冷たくなったりするでしょ？そういうときさ、自分の足の下に敷いてても、そご冷えしなくていいんじゃねえかな、みたいなね。いや、わかんない。用途はまだ決めてないけど、それもいいな、なんて思ってる。足冷えるっけ、もう。いやー、まだね、ちょっと、厚いっけね。びっくりした。天気予報とかさ、まだまだ30度超えてさ、びっくり。30度。だって9月も半ばに入るっつあたりにさ、30度超えるってどういうこと？東北だよ。東北で30度。信じられない。ほんと暑い。もう、この前一瞬ね、エアコンつけなくてもいいかなっていう日あったけど、まだダメだね。まだダメ。しかも湿度高いしさ、ほんと厄介な気温。やだねー。早く涼しくなってほしい。ほんと涼しくなったなーって言ってさ、言ったばっ
くりにまだ暑くなっからね。もう、どうしてくれんのよ、みたいな、思ったんだけど、まあ、アンデグ、冬来るがな、本当に。秋来るんだべが、だべがっつっちゃった。ね、秋ちゃんと来るが心配になってきたよ。うん、本当に。いきなり冬になったりしないがな。いつだったかあったような気がする、そういう日。次年、うん、いやーねー、ほんとこれちょっとダイアゴナルスティッチね、本当にこれで正しいのがだんだん不安になってきたけど、多分いいはず、いいんじゃねえかなと思ってる。あら、扇風機止まった今日もね、ちょっと早朝柄撮ってる、撮影してる。昨日はね、なんかなんだったっけ、洞窟の話したな今日は何の話がなーって何も考えないでさ、もうとりあえずほらね、旦那さんいねえし撮ろうみたいな感じでね、撮ってっからあんま考えてなかった。どうしよっかなー、これあんで、あ、そうモチーフも編んだりもしてたんだけどね、モチーフのやつ、ちょっとまだうまくいってない。うまくいってないっていうかさ、このダイヤゴにハマっちゃって、ね、靴下、昨日編んでた靴下も、ちょっとまだ完成しないうちにこれ、もうちょっとで完成なのにね、この次何編むかなって毛糸ごそごそやってだったら、これ見つけちゃってやり始めたら止まんねえんだわ、これが。よし、これで編んでいくわけだけど、こうちょっとあのね、やっぱなんつうんだろうな、まだ私ね、ほら小豆バーもだけど、いろいろね結構好きなもの食べるの好きなんだわ。そしたらさ、なんかこの間ね、旦那さんのさ、あれだって、お母さんって呼ばれてんだけどね、ママとかさ、ね、名前で呼ばれるとかそういうのなくて、お母さんって呼ばれてんだけど、ね、私もお父さんって呼んでっからなんだけど、子供たちも家にいないのに、ね、なんだけど、そういうふうに呼ばれてて、お母さんってさ、お母さん燃費悪いからアメ車だねって言われたんだけど、ちょっと。食欲の秋が来るねーなんていう話してたらさ、お母さん車で例えたらアメ車だねーって言われたんだ。どういうことよ、アメ車だよねって。それってさ、燃、あの、あれだよね、燃費悪いってことだよね燃費悪いよ、ほんと燃費悪いの。あのね、ちょっと食べで、ちょっとしか、あ、ちょっと食べでじゃね、いっぱい食べで、ちょっとしか動かないの。ほんとね、効率悪い。ハイブリッドとかそういうのね、ほど遠い。やだー、ちょっと。ひどいよね。ひどいけど、ほんと、その通りだなって思った。ほんと、むしろね、あれじゃないのってあれだった。ダムとかにね、工事する重機、ああいうの、あの、リッター、なんか下100メーターとか800メーターとかしか走んねえやつじゃねえかとかって。いや、いくら確かに編み物ばっかりして、あの、いつも同じ場所にいてね、動かないよ。確かに動いてない。ね、でも、ね、ひどいよね、とかって。って言い、ひどいよねって言いながら笑ってんだけどね。言ってくれたわ、と思って。ほんと。でも言うんだよね、そういうことね。ひでえなーって言いながら、まあね、で、そんでもってさ、あれだよねって。ちょっとでも、お腹減ると、なんか、ね、お腹減ったってすぐ補充したがるから、あれだねって。私ね、充電とかね、結構まめにするタイプなの。スマホとかでも、バッテリーがね、
すごいなんか 60% 度が切ってくると不安になってくるのね。ちょっと充電なくなってる、バッテリーがないとかってすぐ充電したがるタイプだから、もう自分にもいっぱいお腹少しでも減ると不安なんじゃないとか言われて、確かになーって思って、あーって言った時にね、あれだったらお母さんが、ね、ルンバだったら、ルンバだよ、ルンバ。掃除機。ね、掃除、自動掃除機のさ、自動掃除機っていうのはあれ、勝手にさ、掃除してくれる丸っこいやつ。お母さんがルンバだったら、いつも充電器から離れないんじゃないって言われる。なんだとみたいなね。充電器から離れないんだって。多分ね、ちょっと近く、充電器のすぐソファをちょ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 ってね、掃除して、すぐなんだろう、バックしてて、ぱい、ピタッて、ピットインするみたいなね。そんな感じだねって言われた。そうだよ。そうだ、その通りだ、つって。だって言ったの。私はな、って。すぐね、遠くまで行かねえですぐになって、バッテリーねがなったわ、つって掃除もしねえでな、って定位置にずっといるのだ、動かねえんだもんだって言ってだった。悲しいね。みんなはそんなこと言われない？ひでえな。ひでえな。ひでえ悪口だったな、よく考えてみっと。でもなんかおかしいなーって、よくそんなこと思いついたなーと思って聞いてだった。ね。旦那さんはね、まめに動くからさ、ほんと、ちょっとしか食べねえくせして動くんだっけ？なんだよ、いやいや。ちょっとじゃねえな。ちゃんと食べるけど、私ほどじゃねえかもしれないね。いやー、やばいやばい。そんな話してるうちに、結構こう一段編むのにね、結構さ、これ重たいから、編むのさ、押さえの大変。なんかまっすぐに四角く編むのとかもあるんでしょ？いや、それ調べればよかったのに、三角に編み始めちゃってさ、最初に覚えたとか、これ、覚えたのね。なんか他のもあるみたいだな、とか思いながら、もうこれやっちゃってる。ちょっと違う編み方も覚えなきゃないね。四角に編んでくやつとか。これ、いいのかな？三角で。いいのかな？ちょっと、詳しくないからわかんないんだけど、四角く編んでっても、同じような編み目になるんだよね。編み地だよね。これ、互い違いみたいになってるやつね。かわいいね。ポコポコして。こういうのをさ、考える人、天才だよね。いいね。これでマット作ってさ、玄関はちょっと、玄関に置けるようなマットは、もうちょっとね、技術向上委員会してからじゃないとダメだな。よくさ、マットとかね、いろんなマット編んでるみたいだから、私もね、見たいものだらけで。これ、かぎ針ってさ、途中でやめやすくて過ぎたんだ。中毒みたいに次々編んじゃうんだけど、途中でピョンって離してもね、なんか大丈夫っていうかね、その安心感があって続けられる。ね。ちょっと本当はさ、ウェアってやつも編んでみたいんだけど、無理だわ、まだまだ。修行中。早起きしたからさ、あくび先から出てる。聞こえてだったらどうしよう。噛み殺してんだけど。あ、ほんとね。
あ、何喋っかなーって言ってるうちにさ、結構な時間喋った気がする。ね。あ、そうそう、毎日編み物を未来に、タイトルつけてるけど気にしないでね、毎日編、ただ、私は毎日編んでるよっていうのだけで、毎日更新とかはできないからさ。毎日編み物とかって、編むのも面白いかなって。自分でね、いつ編んだのだか分かるように日付つけたりなんかしてね。ほんと、自分用にアップしていこうと思う。人に見せるっていうよりも、自分が楽しむっていうのを大事にしなきゃなって。そう。まあ、見てくれる人にそれ言うのも失礼なんだけどさ。自分が楽しくないと続けれないからね。ちょっと待って、これ一個足りない。そうやってみんな何編んでんだろうなぁなんて想像しながら、さて今日もここ一段終わったら終わりにすっかな。ちょっとやり方とか変わったりしてがっかりしてる人いるかもしんないけど、私もほんと自分が楽しむようにやっていこうと思うから、まあその時は仕方ないよね。うん、つぶとでさ、ほらほら来たぞ来たぞ、ここまで。このね、ああのね、モチーフも編んでだった。そうだ、モチーフよし、あのね、モチーフ、じゃん。このパティシエのレトロっていうやつで編んでたやつ。ちょっとこれね、残り糸。去年セーターとか編んだ時の残り糸で練習してたの。可愛くない？ちょっと、可愛さ伝わるかな？色さ、もうちょっと工夫必要なんだけど、自分の中ではね、いい感じにつなげだと思ったけど、ある系統で、まだね、こう、残ってた系統でね、練習ってことで、クリーンってなって大丈夫なの？これ。バックとか作るときって、クリーンってなってても後からこう組み合わせたら治るのかな？ちょ、引っ張りすぎてんのかな？力入れで、なんて、ちょっと、どうなんだろう。だってほら、足りない分。もうね、この糸持ってないから、続き編むとしたら、同じようなの売ってたら買おうかなとか思ってるし、じゃなかったら裏側ね、同じような太さの毛糸でなんかやって、椅子カバー？いや、わかんないな。何になるかわかんない。バッグ作りやがったのに、糸足りない。いや、練習だからいいね。うん。バッグを作るのはまた別。でもモチーフをつなげるっていうのも、なんとなく分かったんだけど、あんまり引っ張りすぎちゃいけねえなってのを学んだよっていう話でした。何言いたいのか分かんなくなってきてんね。こんな感じでさ、みんなも編んでんじゃねえかなと思ってる。つうことで、また。